雨水線専用の車両 M538 から04406、軽井沢停留場雨水線は、JR バス関東小諸支店が運行するバス路線である。横継線と呼ばれることもある。ここでは、同線から派生したメガネバスについても記す。1997年10月1日、北陸新幹線の高崎駅、長野駅間開通による、 東日本旅客鉄道新越本線の横川駅、軽井沢駅廃止に伴う代替輸送機関として開業した。当初は路線名はなく、時刻表には横川、軽井沢バスと掲載されていたが、後に薄い線の名が記されている。貸し切り免許による路線運行となっており、開業当時は廃止代替という政策上の理由から、運賃は 横川軽井沢の鉄道運賃230円の2倍で460円としたが、その後の利用者減少により2003年には500円に値上げし、さらに2度の消費税率改定による引上げを経て520円となっている。軽井沢発の便では、薄いバイパスの渋滞などで横川到着が遅れた場合、新越本線の接続列車はバスからの乗り換えが、 住むまで発車を待つことが多い。逆に品の鉄道線への乗り継ぎでは、接続を待つことは少ない。通常便は、薄いバイパス経由での運行だが、渋滞など、薄いバイパスが混雑している場合は、通常便でも、急道へ迂回することもある。運賃は、全線を乗車した場合は大人520円である。鉄道路線との連絡運輸の扱いはない。また、 回数券が車内で発売されている。並行する北陸新幹線とは異なり、スイカなどの IC カード乗車券には対応していない。小室支店と軽井沢の間は、改装により、車両が送り込まれている。一部は、久平へ改装の上、高峰高原線とリンクするダイヤや同支店で、運行する群馬県安中市の私立高校のスクールバスとリンクするダイヤもある。車両は当初、 貸し切り車両を充当していたが、前ドア1箇所のみの一般の路線車やハイデッカー車が使用される。2000年には道路線向け2を2004年にもう1両が投入されている。一般路線車は最前部助手席側1席を除きすべて2人掛けとなり、補助席もついているが、卓脚機は続行便を運行することもある。ありがとうございます。